家帰るタクシーや、そうそうそう。いや、まだまだ聞きますけど、芸能人ですかな、芸能人ですかえ、お兄さんって芸能人だったりします？え、そう、女の人、海外の人かな。島さん、今画面録画がビデオ回したピコンって聞こえた。え、してないねんけど。え、怖っ。え、嘘やん。え、待てよ。今スクショ撮った。多分画面録画してたら、なんか赤く光るやろ。いえ、怖っ。俺今スクショした。いえ、怖っ。え、ピコンって言った。スクショの音は聞こえなかった。多分あれマナーモードにしてるからかな。いや、してないな。え、通知が来たんかな。一回画録していい？どうやったらいいんだっけ。いくで。えい、これ言いました。もう一回スクショ撮ってくわ。はい、スクショ撮った。え、この音が聞こえたってこと？怖すぎるやろそれ。今切った。もっと小さかった。ちょっと待ってよ。え、めっちゃ怖いねんけど。こっちの携帯じゃないしな。で、パソコンも音切ってるやろ。今ミュートなってます。え、怖っ。ちょっとあれするわ、あれするわというか、録画残しとくから、誰か後で俺に切り抜き貼っといて。ここです、インスタのストーリーで。ええわ、怖っ。盗聴とかじゃないよね。ちょっと待って、怖すぎんねんけど。壁越しに？やばすぎるやろ。アップルウォッチは今ない、充電切れてる。ここ最近つけてない。え、待って、怖っ。え？ iPad はない。音が出るものはこれちゃうもんね。ちょっと待ってよ。いや、これでもこれじゃないよね。こんななんかチャランとか鳴ってないもんね。別にこれはあれです、 VR です。これじゃない。音が鳴る系他ないしな。パソコンはね、今ミュートにしてるから音は絶対なんない。通知はね、2時間前が最後だから。ゲームとかもないね。課金のピコーに似てる、このなんか缶が響く音とか、この缶を置いた時のこの音とか。え、包丁勝手に。え、これは多分今配信してるから、この上赤く光ってんねんな。これは多分、多分配信切ったらこの赤いやつは切れる。これは多分マイクがオンになってるから赤くなってる。で、俺今携帯これ持って喋ってんねん。俺多分今おいおいで喋ってたから持ってないねん。そもそも操作自体してない。画録の終わりの、ちょっと待てよ、もう一回行くわ。押しました。で、これやろ？で、終わる音で？一回聞いてみよう。あ、このピボンって方？怖っ。え、じゃあもう完全に隣じゃん。ない？それって。それはないね。確実にないと思う。窓も開けてないし、まず防音室やから。うわ、ちょ、あれ見たいわ。タイムシフトめっちゃ見てんだけど。ピポン。いや、一個だけ可能性ある。ちょっと待ってて、普通に窓の外説、窓の外説。めっちゃ怖いんだけど。
今使ってるフォルダを確認してください。どういうこと？あ、写真？いや、さっき撮った2個とスクショ2個の4つ、画面録画した2つとスクショした2つ。あれ待って、でもこれ、あ、びっくりした。ああ、そうだね、やっぱ赤いマークついてるもんね。マジで気になるんだけど、ピポンって他に同じようになるのは、いや、ないんじゃない？それかみんなが思い込みすぎてて、ほんまになんかこう缶がなんかこうポンってなった音とかじゃない？一回配信切って、いや、一回配信切るとか、もう一回終わる、一回とかもう終わるけど、いや、何分ぐらいだこれ。1時間14分の、え、どれくらい前だ、どれくらい前だろう。ちょ、みんなで確認してみるか、普通に。ちょ、待って、一回配信終わる。一回配信終わって、ちょ、パソコン今つけてるから、パソコンで聞こう。ちょ、待てよ。準備するわ。パソコンやったら多分、いや、これ配信しながら聞けるかな、聞けるか？ちょっと待てよ。一瞬。一瞬。いや、待て、めっちゃ緊張してきた。やばいやばいやばい。めっちゃ緊張してきたんやけど。アーカイブ。ちょ、一回終わりますね、配信。スピーカーからヘッドホンにして、それ聞いてくるわ。一旦聞いてくるわ。あ、ダメだ、今録画作成中だ。1分4、1時間4分ぐらいね。あ、これ配信してたら録画聞けない説、そんなことってあります、ありそうですまだ作成中、あ、来たんじゃない、聞いてくる。ちょっと待ってよ。1分。あ、聞こえない。なんで？あ。あ、ミュートにしてたわ。おもろ。あ、ここら辺だ。ちょっと待ってよ。多分ちょっと1分6、1時間6分より前ぐらいよね、多分。だって1時間6分は、多分5分ぐらいだよね、多分ね。オッケーオッケー。めっちゃ怖いねんけど。え？ちょっともう一回行くわ。え？待って、めっちゃ怖いこれ。え？これ終わった音か？待って待って待って、怖い怖い、めっちゃ怖い。始まりっぽいなこれ。いや、待てよ。これ、もう一回聞くわ。なんか俺、いや、分かった気がする。ちょっと待って、もう一回聞きます。いや、でもちゃうか。いや、これ多分飲んで、多分置いてんねん、この、音的に。で、この置いた時に、なんかその、チャポンみたいな、なんか、あ、ちゃうな。なんかこの、なんか、このチャポンみたいな、音っぽいけど、でも確かにその録画開始の音にめっちゃ似てる。もう一回ちょっと録画するわ。ピポンって音ね。いきます。いや、でも音ちゃうね。この開始の音ではない。ちょっともう一回聞くわ。もう一回聞きます。いや、これ聞こえるね。どっちだこれ。どっちなんだろう。過去ん？これだ。これでもないもんね。違うね。で、ここに俺置いてる。でも、スタートも音っぽくなくない？でも、終わりっぽくもなくない？普通にビデオ説。
何ビデオって。あ、待って、怖すぎんそれって。ノーマルカメラの動画ってことやろ。盗撮やん絶対それ。絶対盗撮されてるやん。いや怖すぎん。それこそ iPhone で動画撮ってみる。ああなるほど、確かに。これ配信止まらんよな。一回カメラ起動します。一回撮ってみます。待って、こっちじゃない。ちょっともう一回聞くわ。あの画録じゃなくてあれ録音。いやこっちじゃない、こっちなんだけど。え待って、マジで怖い。ちょっともう一回聞くわ。だそれがないし、まずパソコンは 100% ない。ミュートにしてたから絶対パソコンからまず聞こえてないやろ。タンブラーはないで、パソコンもこっちは切ってる。でさっきまで、ヘッドホンじゃなくてスピーカーにしてました。なのでスピーカーから聞こえたら多分もっと大きいねん。でヘッドホンはミュートしてたからヘッドホンから漏れてる音もない。待って、めっちゃ怖い、めっちゃ怖いねんけどほんまに。これ以外の説は、え、ライブフォトって何？ iPhone カメラがライブフォトになっててもこの音しません？え、ライブフォトって何？教えて。動く写真。ああ。俺そのモードにはしてない。なんかあれいつも気持ち悪い。あれいつも気持ち悪いから切ってる。はい、右上は車線マーク入ってます。ほんまに怖い。ほんまに心霊現象だと思うこれ。ほんまにフォトアルバムってだからなんやねんって。フォトアルバムってスイッチはない。待って、めっちゃボイスメモもそんな音でしたよね。ボイスメモは、いやでもボイスメモやったとしてもそのホーム画面に置いてないから俺何個もタップしてたどり着かんといかんからそれはないと思う。ホーム画面に置いてない。てかそもそも携帯に触ってないマジで。そう、缶の音に聞こえなくもないんよね。この置いた時のこの音か、またはなんかどっかのなんかが当たった音で、その前に飲んでんねんな。飲んで置いてんねん。この置き方なんか今のぽい。コースター置いてるこれ。中入ってます。はい、チャポン。缶から手離した音。あ、ごめん、めっちゃポトン。はーって怖い。どっち？もう怖い怖い怖い。ほんと怖い、やめて。ほんとに怖いから。これ窓を開けて誰かがピポンってずっと動画撮っててさ、バレてんじゃん。そしたら俺の家が。だとしたら怖くない？めっちゃ。この部屋窓あります、一応鍵閉めてるはず。でもう一回あれ聞くわ、録画。いやなんかね、俺だから分かるんだけど、俺の言動的には飲んでゴクってした後に置いてる音なんだよな、俺的には。ただマジでそのピポンがマジで画録のか、なんかそのカメラの動画の音には聞こえるのは間違いない。30秒。飲んでるもんね、この前にね。飲んで咳払いとこれ一緒か。咳払い、うん、この家帰るタクシーの家の前にゴクって飲んでます。で多分ガタッって置いた後の反響が、多分そのピコンの前に一回多分この缶置く音が多分あんねん。もう一回聞こう。
カタコンみたいな。いやでも確かにもはやほんまにカメラの音にしか聞こえんけど、優しめに缶置いてほしい。このあ手から離れる音ちゃう、缶がこのこう置いてこう置くやん、この音じゃない、この。で多分その時の手のこのなんかこうちょ若干缶を多分こうちょっとへこますみたいな、このなんやろ、このこの感じ、若干この握り系の音と、あとはこの指が離れる時のこのがほんまに奇跡的になんかこのなんか、まあ、ここまで大きくないと思うけど、プルタブ、いやちゃうと思うな。もうこれあれやなあのシマリス科学部作って、あのみんな自由研究で、これはですね、何ミリ缶でしょう、350ミリリットル缶、内容量だいたい半分ぐらいですかね。でこのなんていうんですか、このコースターがですね、なんていうんやろこれ、石っぽい、これ石なん、石っぽいやつのコースターなんですけど、この石のコースターにこう置いて、で手を離した時のこの、島さん手はしっとりですかカサカサですかもう探偵が出てきたじゃない、しっとりです今、はい、しっとりだと思います、乾燥はしてないです。でなんか半分ぐらい、携帯と携帯との距離はどれぐらい、30センチぐらいですね、30センチ物差し1本分ぐらいです、はい。もう東大医学部の計算問題みたいな感じやん。なおこの時携帯から飲んでいる350ミリリットルの缶までの距離は30センチとする、東大医学部の問題みたいになってくるじゃない、河野玄斗が出てくるぞ、神脳が出てくるぞ、東大医学部の河野玄斗が出てくるかもしれん。お酒の量、まあ酒じゃないんですけどね、これノンアルなんですけど、半分ぐらいですかね。ゆっくり置いてみる。コースターに置いてなかったりして、もしかして。いや、コースターやな。ね、今の、今俺普通に飲んで置いた、やっぱ飲まなあかんこれもしかしてえ、もう一回飲むわダメだ、意識するとダメだな、これ意識するとダメだ、うわ意識してる、俺今めっちゃ集中したもん、全集中、缶の呼吸使った、今無意識でやらんとダメだな。いやでも配信終わろうかな、そろそろ、ちょもう怖いって、コナンでちょっと怖い話したし、なんかほんま俺殺されるんちゃう、大丈夫かな、上から降ってこんかな、死体バコーっつって怖すぎるが、いやいや、今のじゃない、今のじゃない、なんか今結構ピコンっつった気がするんだけど、ちゃうか、ちょっと似てたよね今ね、ちょっと待って、いやもうマジでちょっとダメだ、もう今めっちゃ普通にもう全然ダメだった今、腕かゆくなってきた、くそー、意識してんな、やってんな、意識してるわ、はあ。
でもさ、こんだけさ配信でさカンカン飲んでてさ、あんなピコンって音もしてなかったよねこれまでね。ほんまにもうほんまになんか偶然と偶然がほんまになんかいろんな状況下が重なって奇跡的にあの電子音が鳴った説。いや噛んであれ頼む、噛んであってほしい、マジでマジで噛んであってほしいんだけど。怖すぎるが、怖すぎるが、いやマジで外で確認したいレベルに怖くて寝れないんですけどコースターに置こうと思う。ああ奇跡的に、あっ、え、今僕ね、なんかめちゃめちゃ似てたくない今。今このコースターに置くこの音と、この音とその指離す音が多分一緒、ほんまに一緒やった。あ、これじゃない？ピポンみたいな、ピポンみたいな近い説で、さらに中身の内容量が変わることによって、ほら今のポポンみたいな、あー絶対これな気がするんですけど、ぽい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 ぞって、もうちょっと多分の あったから今よりこれいやこれっぽい、めっちゃこれっぽいほら今、待って怖っ、ってことはマジでマジで奇跡が起きたんや、あの時あの瞬間来ないやん。トゥルルルトゥルルルルルトゥルル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 もう今だとか、こんな置き方をたまたましたんや俺。めっちゃ今全集中してんねんけど、この置き方けん玉するぐらい集中してんねんけど、ほらもうちょっとずつこの音がなんか心なしか高くなってきてる気がする。多分この置くスピードとこの石のコースターとこのアルミの缶とで中の内容量と俺の手の湿り気と持つ部分と全てにおいての奇跡がもうなんなくなっちゃったもん。ちょっと今意識してると、今やこのペペンのペンとかもうまさにそのものじゃない、なんかピポンみたいな。だからどれにも似てないのよ、全部似てる確かに。でもよくよく聞くとガラコとかは多分パンやね、あのパパンってないよね。そのこれってこの置く音がピッパペンってなってるから、多分他のやつはパンみたいな感じやから、でも似てる確かに。この2024年1月14日これはちょっとシマリス、あれにしましょう、メモしましょう。島、なんかかっこいい事件の名前月光事件みたいなちょっとかっこいい名前何しよう、島ガロク殺人、真夜中のガロク勘違い殺人未遂事件過去前編、これや。よし、カタカナルビ振るならミッドナイトミステイクかっこいいかっこいいかっこいいぞ、いいね。ガミガミカチャミッドナイトミッドナイトカチャミステイクミステイクどうぞ。やっぱどっかで血流しとかな怖くないやん、誰か
死んで。真夜中の勘違い殺人事件。やっぱ一人殺す、死んでるからミスってないもん。ミスいってないわ。あ、画録や。真夜中の画録勘違い殺人事件。ミスいってないもん。ミスいってない。死んでる。真夜中の画録勘違い殺人事件前編。2024年1月14日。よし。これはもうメモっとこう。